そのように思います。多くの専門家は緊急事態条項がなくても現憲法で十分、現行の法整備の中で、しっかりと対応ができると指摘をしています。しかしながら何度も言いますけれども、近づいてきました。現状は会見を引き続き、先ほども言いましたが、党大会での岸田総裁の発言にも見られるように、その意気込みは今も変わっていません。そういう中で、私たちは今、政府がやる